皆さんこんにちは、ポンポムゆうりです。ですね、今回は登録者数が1万人突破したんですけども、2月の6日にウームネットワークの1周年パーティーに行ってきて、でそこで視聴者さんからのね、年賀状だったりちょっとプレゼントだったりをもらうことができたので、送ってくれた方には感謝してます。本当にありがとうございました。でお手紙とかはね、ちょっとやっぱり見せられないし、ちょっと住所がね書いてあったりしたらちょっと困るので、ちょっと見せられないんですけども、こんな感じでなんかプレゼントをね一人だけ送ってくれた方がいて、ちょっとねまだ開けてないので、ちょっとこれをね開封していこうかなっていう感じで今動画を撮ってるんですけど、何が入ってるか全く分かんないので、ちょっと開けていこうかと思います。ちょっとガムテープがね取れたんで開けていこうと思います。なんだろう、本当にちょっとまだ中は見ないで、なになになに、めっちゃ遅めのサンタさん来た。私ツイッターで死ぬほどサンタさん来ない、サンタさん来ないってずっと言ってたんですけど、多分それで多分ツイッターで見てくれた子がサンタさん来るよみたいな感じで言って来てくれた子が確か一人いて、遅めのクリスマスプレゼントだけどって言って言ってくれた子がいたんだけど、多分その子ですよね。もう本当ありがとうございます。ちょっと待って、開け方が分かんない。あ、破れちゃった。じゃあ火出します。わあ、かわいい。やばい、なんで私なんかにこんな、さあすごい嬉しい、本当にありがとうございます。ポンポンプリンのね、多分ポンポンプリンのメッセージカードもいただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとう。ちょっとねこちらにちょっとプレゼントがあるので見ていこうと思います。ウームの事務所にプレゼントが届くのは初めてですね。直接会った子になんかいろいろもらったりはしたりしたこともあったんですけども、ちょっとね事務所に届くのはすごい初めてですね。嬉しい。え、めちゃくちゃ可愛いんだけど、何これ。ラッキーガラスチャームだって。こんな見て、ちょっとほら見て、なんかおはじきみたいな感じでポンポンプリン。え、ありがとうございます。本当に嬉しい。え、大好きポンポンプリン。え、本当に嬉しい。やばいやばいやばい。あ、出た出た出た、これポンポンプリンあるんだ。え、知らなかった。これパックですね。このほっぺにこうやって丸いポンポンプリンがパックできるみたいなやつで、これ私高校生の時にキウイ型のやつを持っててよく使ってました。これねやってるとちょっと可愛いから、ちょっと女子力上がったなみたいな。ちょっとドヤ顔みたいな感じできるんですよね。やっぱりこういったねものをねやっぱもらうとね、ちょっとグッてきますね。手紙だったりとか年賀状だったりもそうなんですけど、もうすごい嬉しかったです。ありがとうございました。ここに送ってくださいとは言えないんですけども、まあ届いたものはねちゃんと受け取りますので、ありがとうございました本当に。ということで今回は視聴者さんからもらったプレゼントを開封しました。本当にありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。